タビラ天守堂タビラ天守堂は、長崎県平戸市タビラ町小手田面にあるカトリック、長崎教区の教会並びにその聖堂である。正式には、カトリックタビラ教会、所在地にちなんで、瀬戸山天守堂とも呼ばれる。国の重要文化財に指定されている。平戸市タビラ町西部の開けた、丘陵地の上に立つ赤レンガ造りの教会からは、平戸瀬戸とそこにかかる。 平戸大橋が望め、写真や絵画の題材としてもよく用いられている。明治時代に、パリ外国宣教会のラゲ神父、ドロシンプラが私費でアレチを購入。そこに8家族を99頭の黒島や、西園木半島の長崎市外目地区等から移住させたのが、タビラテ天主堂の信者の最初である。当時は6畳ほどの集会所であったが、1879年に、 仮聖堂が作られる。その後も、信者数が増え、1914年に着任した中田神父の時に、天守堂の建立が計画され、1918年、神徒たちが開墾した瀬戸山の地に、教会堂を得意とした東領鉄川、は、四助の設計及び思考により建立される。5月にコンバス司教によって、日本26世巡教者に捧げて建道された。 総工費に2万円を要した。戦時中には、天守堂の半分が弊社として使われたことから、米軍による機銃装車を浴びせられた。2003年に重要文化財となる。2007年1月23日、長崎の教会軍とキリスト教関連遺産の構成資産として、世界遺産暫定リストへの追加が決定。2014年に、 ユネスコ世界遺産センターに推薦書が提出され、同年9月に諮問機関の国際記念物遺跡会議の現地調査を受けたが、近況期を主体にすべきとの指摘があり、推薦を一旦取り下げ検討した結果、タビラには隠れキリシタンの歴史があるわけではなく近況期との関係性がないことから、世界遺産の候補から除外されることになった。タビラ天主堂、今村天主堂と共に、 鉄川義助のレンガ作りの集大成と評価されている。正面に街道から飛び出した山層の長方形の塔が立ち、上部に八角形のドーム型の小塔を持つ形式は日本独特のもので鉄側が好んだと言われている。レンガはイギリス済みで交互に色の異なるレンガを積んでいる。聖堂内側壁のステンドグラスはドイツ人マキシミリアのバルトズにより、 2年かけて制作された、郵便番号859-4824長崎県、平戸市滝田町小手画面19番地。ありがとうございます。